あれですね、なんか大ニュースがね、やっぱりね。ねえ、ビッグカップルの誕生がございました。おめでたい。おめでたいですね。もう俳優としても、歌をね、歌う歌手の方としても、ダンスも非常にお上手な星野源さんと、女優の新垣結衣さんが、ご結婚ということで、まあ、いろんなね、思いを持っている方もいらっしゃると思いますが、僕は今日は肉を殴りたいと思います。それでは参りたいと思います。スタート。自分の幸せだから、推しが幸せになることって、それ自体はもちろん嬉しくて、推しだって人間なんだし、心があるんだから、それはもちろん幸せになってほしいって思ってて、うれれれれ、それはそれ、これはこれなの、推しの幸せ、僕の幸せ、分かってガッキーが結婚して幸せで笑顔でいてくれるのは何よりも幸せ、それは分かってんだよ、ガッキーが誰か一人のものに、可愛い女の子は何でも好きなので、例えばラブライブだとカヨチンが大好きだったり、バーチャルもホロライブみんな大好きだったり、あとねガッキー大好きだったりとかね。逃げるは恥だが役に立つってドラマ知ってる人いますか？新垣結衣さんと星野源さん主演のさ、ガッキーの逃げ恥、僕あれ大好きで、ガッキーって誰や？え、嘘でしょ、ガッキー知らない人日本におるの？新垣結衣ですぐに検索してくれ。ガッキーは可愛いぞ、ガッキーは天使よ、新垣結衣でも知らんが嘘つけ、ガッキーの編集もあるやろ、ガッキーが結婚したらもう配信見返すなんてみんなに言ってあるからね、みんなもう分かってるでしょ、ガッキーが結婚してしまったことに心が幸せになってほしいんですけど、ガッキーが結婚することに、ルネの痛み、頬の涙、一人で声を届けして、